えー、皆さん、こんにちは。アンコウです。アンコウのオペラ放談前オペラ第408回。今日は2024年の9月2日です。はい。えー、ちょっとしばらくご無沙汰しておりました、えー。そのうちに9月になってしまいました。はい。えー、昨日はね、えー、9月1日、えー、関東大震災があった日ですね。えー、これも、えー、日本人としては決して忘れてはいけない、その大きな 災害、ま、災害大国、日本に住んでる以上、この日もね、え、改めて、その日に、あの、こういう、えー、地震とか、まあ、今も、えー、台風はもうね、多分、ちょうど過ぎた、頃だと思うんですが、えー、ずっと悩まされましたね、この台風にね、えー、それとか、もういろんなものにですね、えー、もう本当に影響されやすい、この島国、 の、えー、太平洋の中にあるこの島国列島ですね。え <laughs> あの、日本列島に住む私たち。ええー、それもこの海港に近いとね、このいろいろな、ええー、あのー、もう本当に私たちの想像を超えたレベルでいろんなものが、地殻がこう動いてるところに、の端っこのところに住んでる私たちにとってですね、こういう、 えー、自然災害と共に生きていくってことは常に、あの、思ってなくちゃいけないことなんですけども、もちろんいつもいつもビクビクしていたら生きていけませんので、やはりこういう節目の時にね、ちょうど8月の6日、えー、9日、15日にやはり、えー、対戦のことを思うのと同じようにして、えー、この災害のことをね、えー、3月11日もそうですけども、思わなければいけないというふうに思います。はい。 え、それでね、今日は、あのー、まあ、台風が越えて過ぎてね、えー、すがすがしい青空ですね。まあ、また、ちょっと暑くなりそうですが、えー、この長い、長い雨があったおかげでね、ちょっと涼しかったんですけども、まあ、それでいろろな被害に遭われた方もいると思いますし、えっ、ー、と、いろな、えー、夏休みの真っ最中でしたからね、その中でいろんな不自由な思いをされた方、たくさんいるんじゃないかなと思いますね。 あの、僕も一回名古屋行きがちょっとキャンセルになったりしました。本当大事な傾向はあったんですけどもね。ちょっと行けなくて、もうもっぱら東京にいて、この、えー、東京に機会主催のコジファンツッテ公演、えー、今、もう、まさに、佳境ですね、えー、を迎えております。はい。今日もこれから、もう間もなく、これを収録したら、えー、出発して、えー、東京発大の新国立劇場を、 で、今日は、えー、ハーペイの2回目ということになりますね。ハーペイというのは、えー、本番通りに、えー、と、オーケストラが入って、そして、えー、衣装、ヘアメイクをつけて、本番通りの形でやると。えー、ただ、その後にもう一度今度は、ゲネラルポレプローベ、ゲーペイというものが、えー、と、待ってるので、そこで、えー、一応、えー、本番と同じ形で、えす、ー、べてを進行すると。だから、まだ今は、オーケストラが今回は初めてやってますし、 えー、そこでいろいろな技術的なところをね、えー、昨日、今日で解決するというようなところになっております。昨日も、えー、新日本フィルを、えー、指揮します、クリスチャン・アルミンクさんの、えー、元でですね、えー、音楽的なところ、えー、やはりモンツァルトは素晴らしいですね。はい、流麗な音楽で、えーで、そこにこの、ぐいぐいと人間の心,心理に迫ってくる、そういうドラマが展開していくというね、 楽しくて、しかも心を打つという、大変素晴らしい、コジマンっての世界。僕も仕事しながら、そこの聞き惚れておりましたが、何と言ってもね、今回やはり僕にとっては、このロラン・ペリーというね、方、今の世界を代表する演出家の一人ですけどもね、 この方の、まあ、アシスタントをね、務めることができ、できているっていうのは本当に僕にとって大きな経験ですね。はい。前にもお話し,しましたけども、えー、コロナ禍でですね、ロラン・ペリーのやはり、ファルスタッフが東京に機りに行って上演された時に、そこで、まあ、あの、お会いできるかなと思っていたら、えーと、まあ、コロナ禍だということもあってね、いらっしゃれなくて、その時はもっぱらその、演出を務めた、えー、クリスチャン・レイト氏、えー、彼も本当に素晴らしい演出家、 なんですけどもね、何度も言いますけど、ウィン、えー、コ会議場でも演出して、今度、新国立劇場で、新作オペラのナタリーというものを彼が演出しますが、そういうもう本当にあの、えー、素晴らしい演出家なんですけども、その人を、えー、自分の補佐役に添え、添えてですね、えー、今回は、ロラン・ペリー自身もいらっしゃるということでね。はい。まあ、なので僕は、えっ、ー、と、ロランがいて、クリスチャンがいて、その次っていう感じなんでね、あの、 あの、まあ、あロランはもっぱら、基本的にはフランス語でお話になる方、ま、あ英語も、あの、話、されますが、ええー、フランス語でいろんなことを話されるので、まあ、通訳のオーバー・パスカルさんがね、間に入られて、ええー、訳して、ええー、み、皆さんに訳してくださったりとかね、いろいろするような形でやっていますが、まあ、何しろですね、彼の、ロラン・ペリーの、この、今回の演出そのものも、もちろん素晴らしいんですけども、えっ、ー、と、僕はまあ、その稽古を進めていく上でのね、 まあ人間観察力というか、えー、どこをポイントにしていくかっていう、そこを見ていくっていうところが、やはりすごいなといあの尋常ではないなというふうに思いましたね。そこに対してのこだわりっていうか、うん、なので、まあ、要は、頭からこのオペラを、あの、演出していくってことは、いろんなことに触れていかなくちゃいけないわけですよね。えー、なので、まずはその形にはめていくっていうこともあるはあるわけですよね。 えー、全くの荘園の場合にはそこで、えー、自分でこう考えた、あのー、まあ、メザンセーヌって言いますけど、その動きを作っていってですね、で、あとはキャラクター設定。えー、で、ロランの場合には、あのー、衣装もやりますんで、衣装デザインなどをしてですね、で、まあ今回シャンタル・トマさんという、えー、美術家の女流の美術家の方と一緒にその世界を作りっていきですね、 えー、で、えー、ジョエル・アダン、アダンさんっていうね、証明家の方と、まあ、そろそろ世界を、光と影の世界を作っていくっていうのことで、全体的な世界をつく作るわけなんですけどもね。うん。で、まあ、今回は、シャンゼルゼレゼ劇場で行われたものに基づいてやってるので、そこに一つの模範になるものがあるんですけど、ただ、まあ、あの、ロアンが本当に今回やっていることの中で、僕にとも特,特に、えっと、えー、 あのー、刺激を受けたのはですね、えー、基本的にそのシャンゼリゼでやったことのっていうものは、このクリスチャンが、クリスチャンレートが、その時の記録に基づいて再現していて、綺麗にそれを、世界はできていくわけですよ。ただそれはどちらかというと、ある意味ちょっと人工的なものでね、ここでこういうことをする、こういうことをするっていう、もちろんクリスチャンはそこにモチベーションも入れていくわけなんですけども、でもそれをさらに人間味あふれるものにする。うん まあ、舞台表現っていうそのものが、やはりあ人工的なものですよね。そこ自然に発生するものではないので、えー、なので、まあ僕ら演出家はその中にどうしたらこの自然な人間の、えー、呼吸であるとか、人間の感情であるとか、表情であるとか、そういうものを持ち込むのかってことに関して非常に苦労するんですけども、ロランは、その、あの、ある意味でものすごく人工的、このコリスマンとって作品そのものが大変にこの、 あの、作り物ですね。作り物メーター、それううコメディなんですけども、でもそれの中にいる人間、この6人の人間っていうものをね、本当にそこに一つの魂というか、命というか、えー、エネルギーをもたらす、えー、そういうことをやっているなというふうに思いましたね。そのことに対してのものすごいこだわりがあって、それを活かすための、例えば照明であったりとか、それを活かすための衣装であったりとか、それを活かすための 人物の配置であったりとかいうことにものすごいこだわってるんだっていうのがね、ものすごい伝わってきましたね。やはりその部分ってもう何しろ一番大事なことなんだなっていう改めて思い、それは僕も日頃から心がけていることではあるので、大変な励みとなりましたが、えー、やはりすごいなと思いました。えー、本当に刺激を、えー、受けております。はい。 えー、ロラン・ペリーとクリスチャン・レートと一緒にいる時間というのはね、あと明日、あさって2回の、えー、ゲネプロが AB 組ありまして、その後にしょ、えー、初日と A 組の初日、B 組の初日と、あと4日間、今日を含めて5日間ですけど、たらもう終わって、えー、あとはまあ我々がそういう残ったものがね日本人組が再現し、えー 見え、岡山、そして山形との公演に繋げていくということになるわけですけども、えー、この今回ね、得た、えー、このスピリットはね、継承して、えー、この公演の先にも繋げていきたいと思います。自分自身のこれからの活動の中にもね、大事にしていきたいなというふうに思っています。えー、っと、えー、5日初日ですね。そして5日初日組、えー、これは7日の土曜日にもありますが、 フィオルディリー・タネタニ・ノリコさん、ドラベラ・藤井あさみさん、フェランド・伊藤周平さん、グリエルモ・宮下義彦さん、デスピーナ・串間カナエさん、ドンアルフォンソ・河野鉄平さん、そして6日初日組、これは8日にもありますが、フィオルディリー・吉田珠代さん、ドラベラ・小泉恵子さん、フェランド・金山京介さん、グリエルモ・小林弘道さん、 えー、デスピーナー、七沢ゆ衣さん、えー、ドンアルフォンソ、黒田博さんという体験豪華なメンバーになってます。はい。えー、まあ、ベテラン、ね、黒田博さん。<laughs> <laughs> いそういうベテランの方を筆頭にですね、すごく若いところでは、この七座優さんで、でデスピナの、まだ8期連ばかりの若い方ですね。で、その間にこの中堅の方が混じっていて、まあ、前にも申し上げましたが、僕は特に新国立劇場で僕が、えー、主任講師をしていた時の、えー、生徒でもあった種谷紀子さん、藤井あさみさん、えー、そして小林弘美さん。 などがね、この中でも本当に成熟して、本当に素晴らしい舞台を支える力となっていることに対して大きく感動しますね。えー、これからの、えー、オペラ会、本当に頼もしい、楽しみだなっていうふうに、えー、毎日の稽古を見ながら思っています。はい。皆さん、ぜひですね、5日、6日、7日、8日、えー、5日のみ18時、あとは全部14時、開演ということになってます。えー、東京日機会公演、個人ファンとって、 ぜひいらしてください。四がクリスチャン・アルミンク。演出がロラン・ペリー。なかなか見ることのできない高水準な舞台です。ぜひ、えー、ご期待ください。ぜひ、ご来場ください、えー。それでは皆さん、今日も良い一日を。